やはら、こんばんは。マジ大道具にハマです。はい、現在11月2日火曜日の午前3時45分ですね。はい、今日はですね、アニメリアクション撮影頑張っております。今ですね、吸血鬼すぐ死ぬ5話、月ドライカとノスフェラ2話、そして進化の実の5話ですね、見て画像を拾って感想を残してサムネ作ってアップロード終わりましたんで、はい、ここまで3時間20分ぐらいですかね、かかってますけども、さあ今からは回るピングドラマ10話ですね、見ていきたいと思います。はい、では簡単に自己紹介。僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。一生懸命になってジャグリングしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界で唯一の技の持ち主、この本の著者であり現在40歳、芸歴は15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーをやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員辞めてパフォーマーになって、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在はコロナの影響で去年の2月頃からイベントがなくてほぼ無職状態、貯金繰り崩して生活してます。むちゃくちゃ自粛してますが、そんな中でアニメにハマりまして、約1年7ヶ月で500作品ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、現在アニメリアクター真剣にやってます。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィールなど全て説明文にまとめてますので、ぜひチェックよろしくお願いします。そして来年の9月にやっとでっかい発表がありますので、お楽しみに。はい、では行きましょう。マオリピングドラマ10話、ディアニメストアです。はい、行きます。3、2、1、スタート。これは夏目雅子の手だれなんかな、今のバイクは。正味、これ正馬はどうなんかな、このリンゴのことはどう思ってんやろな。すごいこう大切にしてるというか、なんかこのオープニングって宅飲みのオープニングになんか雰囲気が似てるなと。今日かな、今日違う、昨日か、なんとなく思いました。全然関係ない話ですいませんが、宅飲みというアニメ、ショートアニメですけど、めちゃくちゃいいです。ちょっと D アニメストアからは消えちゃったんですけどね、もしどこにあるなら見ていただきたいショートアニメ、ほっこりしますよ。さあ、ショーマが無事なのか、とにかく気になりますね、これは。病院かな。
になりそうね。軽いと僕だけないね。まあまあそれはそうや。何やこれ。夏目が看護師に、何今のガスバーナーは。僕はありません。これは誰に作ってんやろな、ひまりを。ペンギンになりそうね。
時に何をしたんだよ。これは夏目雅子かな。そうやね、そうやね。これ何なん、早くすりつぶさないと何のことを言うとる。明らかになんかあれだな。ペンギンがプリン食いそうやな。どんなミニスカナースやねん。眠り薬？ペンギンさらわれてるね。エスメラルダって、なんか別のアニメでも聞いたことあるぞ。獲物ってカンバのことか？の半分渡せ。さもなくば高村、高倉翔は死ぬ。ペンギン何をしたんだよ。シートの屋上に来い。
ところどころシャフトっぽいですね、これね。9話が特にシャフト感がすごかった。化け物語感がね。オルゴール？新世界よりやないか。じゃあこりゃ。化け物語感がすげえ。でもこの曲を聴くとね、響くユーフォニアムの一輝さんは、歌うよソルフェージュを思い出しますね。あ、じゃあ、じゃあ初めてアンサンブルか。さっき言ってたやつやん。ひまわりに言うてたやつやん、これ。これも言うてたやつやん。これも言うてたやつや。これ何これ、過去の元カノの何これ、報復かこれは。なるほど、陽動画法なのこれは。
誰やねんこれ。ああ、これ完全に日給奪われたわけやな、これで。いや、ペンギンはええねん。いや、これ夏目雅子も元カノ、もしかして。これがマリオ？誰やねん思ったけど。夏目マリオって何？同じ名字やけど誰なの？9話で夏目マリオって誰やと思ったんですけどね。まさこの何あれ、弟か？マリオさん言うてたな。マスプロか、最後見えすぎちゃって困るって。マスプロの CM やないか、懐かしい。はい、まあちょっと今回は、まあ、翔馬がね、引かれた後でしたけども、まあ入院した先の病院に、まあ夏目雅子がね、ナースを縛り上げて、ナースに変身して、変身、まあなりすましてね、昼飯を持ってきた。まあそれには睡眠薬かな、なんか入っとって。皿割れたと。
夏目雅子の狙いは、まあ、日記っていうのは分かるけど、何なの向こうのプロジェクトというのは。同じプロジェクトでもないけど、狙いが全く分からない。何なのあれ。今回はシンプルに、先生、夏目雅子の策略に、高倉兄弟がハマり、リンゴからまんまと日記半分を奪ったということやけど、何やろ、カンバがひまりに聞かれて、その女の子からもらって嬉しかったプレゼントは、あの答えのものが全部、夏目雅子が用意してたのは、あれ意味がわからん。どういう意味あれ。全部出てきたな。まず弁当、何切ったら絵になってる巻き寿司が苦手、ほんで次に出てきたんがウェディングケーキみたいなケーキで、最後に名前の入った手編みのセーター。なんで全部出てきたんや。あの会話をほんなら夏目雅子は全部聞いてたのか、どっかで聞いてたのか、それとも夏目雅子が、実は元カノでキスしとったぐらいやから、口にキスしくねかましたぐらいやから、夏目雅子が実は元カノであれ全部あげた張本人やったのか。にしても意味がわからん。局何、この先見たらわかんのかな。まあ、ちょっとね、1話のリアクション動画のコメント欄では相当難しいということをね、書き込んでいただいてるんで、この10話は意味がわからん。とりあえず意味がわからん。エスメラルダ。なんであのペンギンだけ名前ついてんだろう、エスメラルダ。エスメラルダってセイントセイヤのキャラかな？なんか聞いたことあるけど。まあまあ、それはいいとして、あと夏目マリオは誰やねん。あれ誰？9話でも急に出てきたけど、誰？夏目マリオ。まあ、ここからどうなっていくのか全然読めへんな。はい、まあ次は12話を撮影予定です。はい、以上ですね。俺ピングドラムの10話でした。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、では最後に挨拶。現在、大道芸業界死んでます。僕は月に1本仕事があるかないかという状況でね、貯金切り崩して生活しておりますが、まあ、そんな中、アニメにハマってね、去年の3月27日に、バイオリティエヴァーガーデン10話の動画を投稿したことを機に、アニメリアクションを始めました。まあ、ずっとね、もうこう、あのこ、こういうことをしながら、ほんまに頑張ってきてるつもりではありますが、まあ、残念ながら再生数がずっと2桁というのが気になって、気になって、気になって仕方がなかった。そんな中、 YouTube のね、著作権の侵害警告のやり方は非常に不条理、理不尽、汚い、せこい、ほんまにありえない。で、今僕はペナルティ2個もらってるんで、あと1個もらうと、アカウント停止ということになりますんで、まずね、ウマ娘に来た警告、まあ、これによりセカンドシーズン最終回消されましたけども、まあ、申告人になぜ消されたのかというね、問い合わせができるんでしたも返事なし。ビートという会社は超絶いい加減です。はい、これはもう言い続けます。2つ目、カラオケ動画、9月28日もらいました。これはすぐ返事が来まして、画面が映ってたからということで、もう今はね、カラオケ動画とウマ娘の動画全部消しまして、実はその前にも半年分ね、去年全部消してます。はい、そして、まあ、あと1回もらうとね、やばいんで、10月5日6日で1246本、337日分のリアクション動画を消しました。こんなことをしながら頑張ってきたんですけどね。はい、まあ、それでまあへこんで、もうやる気もなくなったんですけれども、まあ、少なからず僕のことを応援してくださるありがたい方々がね、おられますんで、僕は今こうしてね、根性を入れ直して元気にアニメ見てます。で、今はね、もうアニメのリアクションを皆さんと共有したい。一緒に楽しんだり、一緒に泣いたりとかね、したいという目的のためやってるんで、もう再生数2桁全く気にならんくなりましたんでね、今は元気にやってます。アニメがとにかく楽しい。はい、どうぞ皆さん、一緒に楽しんでってください。よろしくお願いします。はい、最後、僕はパフォーマー、大道芸人、これが、本職ですから、せめてホームページだけでもいいですし、せめて PV だけでも何でもいいんで、1つだけでも見てやってください。はい、そして大道芸ジャグリングにもね、興味を持っていただければ最高です。よろしくお願いいたします。はい、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。大道芸人、
以上、マジラジオ芸人浜田でした。では。